さあ世界最強馬決定戦というふうに日本では思われているレースが始まります。はい、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。というわけで今週は凱旋門賞、まあ、日本ではね世界最強馬決定戦なんて言われながら、いやまあ芝でもまあ2000の方が今ではね主流の距離じゃないかとか世界的にはいろいろ言われてるよってあるんだけれども、まあ、それでもやっぱ凱旋門賞といえば、まあ、日本人のね全てのホースマンのまあ憧れっちゃ憧れなわけですね。ダービーがまあ国内の憧れだとすれば、まあその後凱旋門賞を取るっていうのはやっぱり大事なあの日本のホースマンの目標となってきたレースなわけです。まあ、過去にもねオールフェーブルが2年連続2着とか中山フェスタが2着とかね、まあ日本の決闘で馬券圏内に絡んだってことで言えばね、まあその3回、まあ、そうすると、まあ、日本馬がね馬券圏内に絡んだ中で、まあエルコンドルパサー海外馬で、まあ、一応キングマン向けが1回と、まあ、そして残りの3回がステイゴールドの子供たちっていう形になるわけで、まあね、日本馬で得意な決闘ってそんな感じなのかなと、まあ広く言えばサンデーサイエンス系とも言えるんだけれどもという形でね、まあ、得意な決闘っていうのが見えてくるわけです。まあ、そしてそんな感じで、まあ、全部予想していて今年もね日本馬から参戦あるんだけれども、まあそれは頑張れ馬券で買ってみながら、まあ、フレガムズアイ予想のポイントとしては、まあ、金量差が大きい分3歳馬が優勢なレースなんてよく言われます。まあ、日本馬でね日本最強なんて言われて参戦して日本の三冠馬で失格っていう結果に終わって、ディープインパクトっていうものに馬主さんが確か言ってたのはね、これはもう3歳馬をヒーローにするためのレースなんだと、まあ、4歳になってから参戦して、じゃあてめえ菊花賞なんかいいから出とけよというようなねところでもあるんですが、まあそんな感じでね負け惜しみてきたね、まあそういう敗戦の弁を述べていたなんて話もあります。まあそんな感じで特に日本でのイメージは3歳馬が優勢なレース、まあ3歳馬がね大体馬券圏内のここのところ半分ぐらいを占めていると、まあそして同じぐらいね結構ポイントになってくるのが、まあヨーロッパにそんなにミスプロの血を持った馬いたっけなっていうぐらい、ミスプロ系の血を持った馬、母父とかにね、ミスプロ系とかってよく見かけるなっていうのがね、あの血統的にこの系統が来てますよなんて見ると目立つんですね。やれガリエオ系とかね、サドラーズウェルズ系とかっていうよりもしかしたらそっちの方が目立つぐらい。なのでその辺もちょっとチェックしつつですね、まあ狙ってみていこうかなというふうに思います。まあ、というわけで今回の特注、本命馬が、想定2番人気、C オブクラス。まあ、追加登録料を払って参戦してきたというポイントだけでもね、かなり狙いどころ。まあ、アイルランドオークス馬、今年のね、アイルランドオークス、ヨークシャーオークスを勝った牝馬ってことで、まあ、3歳馬で3キロ、牝馬で 1.5 キロほど、コバのボバと比べて筋量が軽いというのはポイントで、ね、3歳牝馬って非常によく来てるんです。まあ、ボバ牝馬の筋量差って日本の天皇賞、秋田あたりと比べて、まあ、ちょっと、少なめではあるんですが、まあ一応キログラム表示だと2キロと 1.5 キロでね、ヨーロッパの方がちょっと牝馬とボバの筋量差っていうのは少ないんだけども、それでも筋量差が効いてきてるんですね。まあそしてですね、まあそうなってくると3歳牝馬から狙う馬を決めようということで、この馬が本命ってことになります。まあ、そしてまあ人気順上からいきますと、想定1番人気エネーグル、まあ、この馬で消しちゃおうと思い切って、まあそれでなくても人気かぶるところでね、まあ凱旋門賞から1年休養して前走なんとか復帰したもののね、選んだレースがオールウェザーダートコースの G3、 まあそうなってくるとね、なかなか仕上がりが完璧とはいかないんじゃないかというね疑念が一点。まあただですね、この3歳馬とコバ、まあこの金量差がエネーブルに関しては今年はなくなるんですね。まあさらにね、去年までは凱旋門賞ロンシャン競馬場の開催の改修の関係でですね、シャンティでやってたのが、今年はロンシャン開催、開催場が変わって適性もどうなるか、少しいろいろ変わる要素がいろいろありすぎて、まあこんだけ人気が被りそうな馬となると、まあちょっと簡単には買えないぞとなってしまうんでね、これはもう思い切って消してみて、まあそうなると思い切ってお金入れるの怖いから、まあ3連複1000円ぐらい凱旋門賞も馬券を買って楽しみたいなって程度の楽しみ方にしちゃうかもしれないんですが、まあ日曜月曜のね、日曜の馬券次第ではあるんですがね、僕 の JR の馬券結果次第ではあるんですが、まあ、そんな感じでエネーブルは思い切って消しということにしたいと思います。まあ、とはいえね、人気で被ってて海外でも売れてるってことは調教の様子もいいっちゃいいんだろうかなとかね、いろいろ気にはなるんですけどね。まあそして上から順に想定3番人気キューガーデンズ、まあ、このままね思い切って消したいと思います。まあ、オブライエン厩舎のね、多頭出しの中で、唯一人気サイドにいる馬。ただし、イギリスのセントレジャーからの参戦、特に勝ってからの参戦っていうのは、ここのところ構想例がないということもあって、まあ、ステップレース的に良くないんじゃないかなと。実は別の馬にオブライエンさんは期待してんじゃないかなっていうのはね、一つポイントとなって、ここは決していきたいと思います。まあ、そして、想定4番人気、クリンチャー。まあ、この、ね、ディープサンクが日本から、ね、参戦するわけなんですが、このディープサンクは、ね、なかなか
オモババ適正とかダート適正とかありそうな決闘で面白いんじゃないかと。まあね、父の母父がね、ロイヤルスキーだったり日本独自の決闘っていう色があるね、まあ、いわば日本競馬の決勝とも言ってもいいようなダービー馬のあのディープサンクですからね。このディープって冠名自体はあの深見さんのところのね冠名で、初年度ディープサマーっていう重賞化チームが出て2年目にはディープサマー、このディープスカイ、まあ、そんな形でね、活躍馬が出てる深見さんのディープという冠名、このディープの子に一つね期待はしたいんですが、かといって前走侵害負けでなボックスに入れるのはどうかなってことで、まあ頑張れ馬券は日本馬ってこともあって、まあ単幅100円ぐらいずつ抑えてね、あとはボックス馬券からごめんなさい消しちゃおうかなと思っております。まあ、そして、想定5番人気バルトガイスト、ちょっとね、ガリレオサンクっていうのをこのロンシャンでやる凱旋門賞では結果が出てないっちゃ出てないんですけど、ロンシャンでやる凱旋門賞では結果出てないけど、ロンシャンでは結果が出てるし、まあ、去年おととしあたりのシャンティでのね凱旋門賞でも結果が出てるわけで、まあね、フランスで一番強いっていう馬がね、これなんていうかこういろいろなね、ロンシャンの凱旋門賞で勝てないっていうのはジンクス的なものであってね、ここでまあそれがじゃあいつまで通用するかっていうと、負担回収があったせいで少し同じロンシャンでも変わってるんじゃないかっていうところもあるんで、まあここは変えるということにしてしまいたいと思います。まあ、そして想定6番人気スタディオブマン、これね、母の母、おばあちゃんがミエスクっていうね、まあ、ミエスク産区ってことで言えば、例えばエルコンドルパサーなんかもね、この品系の血をねいろいろ引いてるんで、まあ人気になったなんてとこもありますし、まあ、キングマンボがね確かミエスクの子でしたね、その父の。まあ、そんな形でね、ミエスクの品系ってこの凱旋門賞と相性良さそうな気がするんですね。まあ、父がねディープインパクトっていう、確か凱旋門賞ではね、史上唯一の失格という馬ですね。まあそんな感じでね、父親の方はね、ただサンデーサイレンスの決闘って日本独自の決闘ながらね、凱旋門賞での馬券内率って結構高いんです。まあステイゴールド産駒のオルフェーブルが過去10年で2回、他にも中山フェスタなんかが凱旋門賞で馬券圏内に入ってますし、まあディープインパクトとか絆とか、里のダイヤモンドとかね、ちょっとね指折り数えてみても、まあ結構6割7割馬券圏内に入ってる率は3割は、ね、結構高い方に入ってくるはずの決闘なのでね、あれ全部ディープインパクト系だけ消し今消えてた気がするんだけど、まあ、まあそれはそれとしてね、まあ、ミエスクの品系っていうのは相性がいいってことで買いにしたいと思います。まあ、そして想定7番人気クロスオブスターズ、ちょっとねコバで下降戦の5歳馬、まあ3歳4歳が主流のレースで5歳馬で凱旋門賞馬券になる量って結構少ないんですね。そうなってくると5歳でも調子を維持してんだったらともかくちょっと下降戦に入ってきてる馬には厳しいですってことなのかなってことで、これは消しでいきたいと思います。まあ、そして想定8番人気タリスマニック、このまま買えるでしょう。まあ、てのもねミスプロ系を持っている凱旋門賞のね馬券圏内って見てみると、過去ロンシャンの過去5回分、まあ、シャンティの2回を除いた分で見てみると過去5回で、まあ、つまり馬券圏内というかね3着以内が15頭いる中の8頭がミスプロを持っていると。まあ、そしてね金層どうかなと思ってみたら前走同じコースのフォア賞2着と検討してまして、このフォア賞2着っていうのも凱旋門賞と相性のいい戦績なんですね。まあ、これは買いということにしたいと思います。まあ、そして想定9番人気ヌフボスク、まあ、このままね3歳馬でね前線して G1 でも上位に来てるなんてところはあるんですが、まあ上位って言いながらまあヨーロッパの競馬って基本小等数なんで、まあここに出てくる馬たちに勝ったことがあるかってことで言えば、なかなか勝ったことがないぞってことになってくるとちょっと買いづらいなということで消しでいきたいと思います。まあ、そしてね想定10番人気がパタスコイ、スタディオブマンとの戦績で言えば1勝1敗、まあ、フランスダービーでは、スタディオブマンが1着で、この馬が2着。その後の、なんだったっけな、がね、この馬が2着で、スタディオブマンが3着で、まあ一応1勝1敗ってことでね、この人気サイトで印を打った馬と1勝1敗で5分だったら、まあこの人気だったら抑えておいていいんじゃないかなということで、一応買いにしてみました。まあ、ここまでで5頭なんですが、あと1頭ね、一応ひらめきような、まあその続きなんですが、もう想定11番人気のカプリっていう馬もね、ちょっと気になってて、まあガリレオはまあ、ある意味、凱旋門賞これまで来れてないのはジンクスだよってことにしてしまえば、まあ、サドラー系に母父アナバー、このアナバーって配合で言えばね、凱旋門賞を連覇したトレブと同じような配合、サドラー系にアナバーって配合になるわけですね。そうなってくると、まあロンシャンでの凱旋門賞ってことで過去2年の戦績無視すれば、まあ、近年でこう連覇を果たしている相性のいい母父なんてこともなってくるんで、まあ、トレブが強かったっちゃ強かったっていうか強かったんですけども、まあちょっと面白いんじゃないかなということで、ここまででまあ5頭プラス1という形で、まあよくわかんないで6頭ボックスぐらいでね、こんな感じで今一番人気も消してるし、買ってみればそこそこ当たるんじゃないかなというふうには思っております。
まあ、凱旋門賞といえばね、まあ一応日本人からすれば世界最強馬が決まるレース、今年も日本馬の参戦があって馬券が売られるぞってことで、まあこれね、海外の馬券ってなかなかあれ難しいっていうかね、日本で普段馴染みのないポイントで予想しなきゃいけないんで、これでいいのかどうかわかんないですけども、まずは今回はこんな感じで楽しんでみたいと思います。以上ハッチでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。